私は信仰を持って生きているだけで、無論それにおいて学ぶというスタンスは常に欠かせないことではあるけども、だからといって宗教学者ではない。で、私は少数派の変わり者かもしれないけれど、浮世離れの聖者じゃない。もはやヒップホップというこの文化は今ではどんな宗教よりもでかい。私は人々が例えば眠っていることの無意識や偏見のイメージを壊すことを望んでいる。ある意味ではテロリストだが、いわゆるテロリストではない。で、また私はタトゥーがあるからといって別に不良でもヤクザでもないけども、人生という意味では道は極めたいと思ってる上では極道かもしれない。あるよ、この世は無常、全ては選ぶ道、 Choice is yours。無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルナ。ああ無常、この世は無常、すべては選ぶ道、 Choice is yours。 ああ無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルナ。今まで歩いた道のりはもしかしたら地球を半周するよりも長いが、これで悟ったと決して思わない点でも、ある意味私はバカかもしれない。デジタルの速さで傍観がまかり通る資本主義のいわゆるニヒリズムの中で、本当は自分だけで精一杯なのに音を奏でる私はアナログかもしれない。時代に逆行して流行さえ追わず、コンパやスマホとは程遠いが、独自のやり方とコネクションで世界を変える私は反逆者かもしれない。今も血清を収めながら法律を守り、今日も生かされてる善良な市民であるが、地球平和を望み今日も反戦歌を歌う私はある意味非国民かもしれない。あ無常、この世は無常、すべては選ぶ道、 Choice is yours。 あ無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルナ。あ無常、この世は無常、すべては選ぶ道、 Choice is yours。